俺もお前たちと一緒の船で邪道から逃げてきたさ。噂じゃ聖都ウェンデルの光の司祭様が命がけの結界を張り獣人たちの侵攻を防いだそうだ。ところがだ、光の司祭様はそのために不治の病にかかり倒れてしまったらしいぞ。ウェンデルでその病を治せるのはヒースって神官だけだっていうのに、その神官も行方不明らしい。これじゃ司祭様、おいらやる。やばもの、急いで倒せ。先に行け。何？
こんなところかな。簡単にかけちゃいましたね。
後悔。俺たちと出会ったって。それだ、逃がさない。それだ、今の戦いオイラだけでも十分だった。こんなところかな。当然。
後悔しろ。俺たちと出会わせる。逃がさない。間違いない。俺は強くなる。俺たちと出会ったのは風よ。お別れだ。これで当然だ。相手は悪かった。驚くほど手応えがなかった。な、何者だ貴様ら。フォルセナの見張りか。見つけられては生きて返すわけにはいかん。この場で抹殺する。おいおい姉ちゃんたち、そう興奮しなさんな。待ちなさい。どんな理由であれ抹殺なんて許せません。抹殺？何？黙れ。お前らも仲間だな。おい、例の魔兵器を使うぞ。こいつらを橋の上に閉じ込める結界を張れ。はっ。なんだ。よくわからんが、話が通じる相手じゃなさそうだ。とにかく今はこいつらを何とかすることを考えよう。覚悟するんだな。そっから耐えた。せどうだ。逃がさないと。おいらやるか。出られません。準備はいいかい。どうだ。2体同時に相手をするのは得策じゃない。どちらかに攻撃を集中させるのは賢い戦い方だろうな。参ります。油断したか。やるな。決める。そこだ。
やばい、総員退避。驚いた、みんな無事か。しかしこの橋が落ちてしまったらフォルセナにはもう行けないってことかな。